はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、つば太郎です。はい、今回はね、ソニアエル杯ランキングダンジョンの解説をしていこうと思います。で、今回いろいろ特殊なんで、ちょっと1から説明させてください。まず僕の順位ですね、現在 0.3% です。これなんか2回目で入れたんで、今回ね、簡単寄りだとは思います。ただし編成を組めればの話で、そこが今回特殊なんですよ。ちょっとパーティー見せながら詳しく説明していきましょう。はい、というわけで、それがこちらのパーティーになります。特殊な原因なんですけれども、まず、世の中というか今テンプレで流れてるこの攻略パーティーっていうのが、ここの代わりにこいつなんですよ、イルミナで、天聖ラーではなくて、闇ラーになってるんですね。ただしかし闇ラーのところは天聖ラーでもいいです。なんで闇ラーになってるのか分かんないんですけど、あの闇ラーと天聖ラーの違いって卵の回収速度なんですよ。結局卵がポトって落ちた瞬間シュッて帰っていくのが闇ラー、ポトって落ちて少し間を置いてから回収されるのが天聖ラーなんですよ。ランキングダンジョンでちょっとそこは差があるんですけど、今回敵がドロップしないので、差はないのかなと思ってます。あるかもしれないんですけど、ほとんど変わりはないです。で、しかもこれで 0.3% 入れたんで、天聖ラーでいいです。僕が保証人です。はい、で、ここなんですけど、イルミナだとスキブ4あるじゃないですか。結構違いますよね。でも、スキブバッジつけて、ここを天聖ラーにしてしまえば、十分溜まります。で、これスキルレベル、結局レベル1でも確か問題ないんですけど、僕はレベル3ですね。レベル2では問題なかったです。1は試してないですけど、多分大丈夫だったはず。で、ここサンタクロースヘラが結構重要で、雲が耐性持ってて 30% ギガグラ、 26% 以上のギガグラを持ってる雲耐性持ち、サンタクロースヘラになっちゃうんですよね。でもここ結局盤面内でコンボする時にこれ使うので、追い打ち追加攻撃持ちの雲耐性持ちでも極論大丈夫だと思います、いればね。はい、というわけで、難易度的にはこれを持ってればそうそう組めないってことは起こらないと思います。イルムがちょっと特殊っちゃ特殊ですけど、こいつ今取れるのでね、いくらでもスキル上げできるし育成もできるし、ここは問題ないと思います。フレンドリーイルミナいないって場合もあるんですけど、じゃああとは説明していきながら立ち回りましょう。まず1回全力コンボですね。ここでね、色なかったらもう諦めるしかないんじゃない？はい、 OK、 大体こんぐらい組めてりゃ OK です。で、 7×6 なんで落ち込むめちゃくちゃ来るんですけど、落ち込んくれば来るほど加点です。で、次サンタ、クロースヘラ打って、で普通にここ全力コンボです。やばいやばい、ちょっと待って、全力コンボのあれができない。やばいやばいけど、10コンボいってくれたからよかったかな。だいたい10コンボ目安って言おうとしたら8コンボしか組めなかったんで。はい、次イルム、ここのイルム重要で縦に組んでいきます、ひたすら。ちょっとどっち持った方がいいんだ、これ分かりづれー、分かりづらいってことはこんな感じで結構いい盤面ってことなので、いいことっちゃいいことなんですけど、どっち持ったらいいかね悩むからね、ちょっと困る。で、ここは、どんなに時間かけてもいいんで、盤面最大コンボ引きまし、あー、組みましょう。うお、またしてもいい盤面なのか、これは。いや、いい盤面ではないな。はい。今回、12コンボかな、これは。ですね。いやー、できれば14コンボ引きたいんですけど、そうそううまくいかないんで。で、次、イルミナ打ちます。この時すでにメディッサ溜まってますね。はい、で次ラー打ちます。この間にね、盤面考えておきましょう。そんなうまくいかないとは思うんですけどね。
よいしょ。で今回ね、まあ、タイムも重要っちゃ重要なんですけど、それ以上にコンボ加点がめちゃくちゃでかいんで、 7×6 にするとね。だから無理やりにでも盤面最大を目指しましょう。はい、最後にメリッサ打ちます。でこれで最後パズルするだけなんですが、ここでね雲を打たれます。まあ、でこれをね覚醒で弾くという算段です。ちょっと待ってね、これは最大きたね、気持ちいい。これ結構いい点数いったんじゃないかな。はい、というわけで、普通に僕がさっき説明したイルミナなしのね、しかも転生ラーでも全然クリアできます。で点数どうだろう、13万超えれば大した、結構お、いいですね。僕13万今7900点で 0.3% なので、今取った点数13万4000いくらでもまあ 1% 以内か 1% ぐらいには 2% 以内には入ると思います。で今回その点数さえ取っちゃえば結構、ソニアエルハイ余裕かと思いますんで、この編成見せとくか。はい、こちらの編成になります。で、ここイルムのプラスが実際そんなにいらないとは思いますね。まあ、ただしかし光イルム、単色の方のイルムだったらちょっと不安も残りますんで、一応こっちにしておいてください。はい、というわけで、以上がソニアエルハイの、攻略でした。ぜひね、今回簡単なので王冠取ってみてください。というわけで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。それでは。